はい、どうも皆さん、こんにちは。ユージャック代表の佐藤です。はい、生放送以外ではこのスタイルで撮影するのは久々でございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。この度ですね、今回の動画、タイトルの通りでございまして、ついにユージャックチャンネル、皆様のおかげで1万人のチャンネル登録者突破いたしました。たくさんのチャンネル登録をいただきまして、本当にありがとうございます。YouTube っていうのはあくまでもやっぱりね、見てくれる、リスナーの方々がいるということで成り立っているものでございますので、今後もね、ユージャックチャンネルを大きく育てていきたいなというふうに思います。次回の目標はね、いけたらいいんですけれども、次は10万人かな。はい、10万人を目指してやっていきたいなという感じでございます。はい、もう本当にね、1年とか2年ぐらいの短いスパンでね、そこまでのチャンネルの成長をさせていきたいなという感じでございますけれども、はい、そのためにもね、たくさん動画を更新し、たくさんね、皆さんからいい評価、グッドボタンをもらえるようにね、精進していきたいなというふうに思いますので、今後ともユージャックチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回ね、ユージャックチャンネル1万人を突破したという記念を称しまして、以前ね、一度だけ募集を行ったサロン、ユージャックキャンプサロンでございます。こちらの募集をね、本日この動画が配信されるのと同時に、募集をね、再開しようかなというふうに思います。はい。キャンプサロンの詳細につきましては、ぜひね、以前のサロンの募集開始しますっていうような動画出しておりまして、そちらね、概要欄の方と、今ね、動画のこの辺にも貼っておこうかなというふうに思いますので、ぜひね、こちらの動画も合わせて見ていただきたいなというふうに思うんですが、じゃあ実際に、サロンのも募集を行って、もう大体1、2ヶ月ぐらいかな、もう2ヶ月近くになってくるのかな。具体的にじゃあサロンの活動として、どんな塩梅なのかという部分をですね、今日の動画ではお話ししようかなというふうに思うんですけども、私が思っていた以上に、サロンメンバーさんはね、活発に活動していただいている感じでございます。はい、スラックっていうね、アプリケーションを使ってサロンメンバーさんですね、ユージャッカーっていうふうに呼んでるんですけども、ユージャッカーの方々を一つのコミュニティサイトに入っていただいているわけなんですけれども、ここでね、いろいろなその複数のチャンネルを中で分けております。例えば新商品開発系のチャンネルであったりで、直近だと今回ね、キャンプ場を新たにオープンするということで、新しくね、キャンプ場関連のチャンネルを新設ですねしたりだとか、あとはもう単純にね、皆さんからの普段の疑問であったりっていうのをこちらに投げていただくチャンネルであったり、はい、はたまたコミュニティチャンネルって言ってね、皆さんが思い思いに普段行っているキャンプであったりだとか、キャンプ以外の私生活も含めてなんですけれども、趣味のお話であったりだとか、はい、あとは変わった案件で言うと、サロンメンバーさんが主催するグループキャンプへの招待とかね、はい、そういった普段では絶対につながることのなかった人たちがね、点と点でつながっていきまして、そんな感じで非常に面白い形でサロンのコミュニティサイト運営ができております。はい、普通結構こういうキャンプサロンとか、コミュニティサイトとかっていうのを運営した場合って、普通は結構、なんていうか、盛り上がりに欠けるというか、なんかみんなその幽霊部員みたいな感じになっちゃって、話題が深掘りされていかないっていうことが多いんですけれども、ユージャックのキャンプサロンでは、コミュニティサイトも含めですね、結構非常にね、盛り上がりを見せております。はい、例えば新商品開発系とかっていうのは、あまりにも形にしてほしい商品案っていうのが多くてね、我々ユージャックの方での、手がいっぱいいっぱいに、なってしまっている現状でございまして、はい、なかなかね、話が進捗していかないっていう問題点も抱えたりとかしてはいるんですけれども、一つ一つのプランっていうのを、じっくりと深く掘り下げて、最終的にですね、皆さんが満足できる形に落とし込んでいきたいなというふうに考えておりますので、はい、少しずつ、皆さんと共にユージャックも含め、歩みを進めていきたいなというふうにね、考えております。はい、その第1弾がようやくね、今度オープンするユージャック睦沢オフトキャンプ場。今までね、ずっと動画なんかを撮りつつ、もうキャンプ場があるというね、事実はほとんどの方が知っていらっしゃると思うんですけども、こちらは会員制のキャンプ場にする予定でございまして、いよいよもってですね、来週中ぐらいにはこのキャンプ場がオープンできるんじゃないかというような感じでございます。はい、ようやく予約システムの方の目処もつきまして、現状はそのナップさん、株式会社スペースキーさんですね、
が運営している、NAP っていうキャンプ場予約システム、まあキャンプをされる方であれば多分もうほとんどの方がご存知かなというふうに思うんですけども、こちらのサイトを仲介してですね、まあ、ゲスト宿泊も含めた予約を受け付けるようにねしようかなというふうに現状考えております。はい、まあ、いずれにしても会員専用キャンプ場といった部分がございますので、まあ、ゲスト宿泊っていうのはあくまでも会員さんのキャンプがない時の特別枠としてですね、まあ、割高なねゲスト料金にはなってしまうんですが、まあ、ユージャックキャンプサロンのフィーリングとかですねそういったものを確かめるためにも、まあ、一度ねそういったところでユージャックの仕組みというものを感じていただいて、その後ねまたこういうキャンプサロンとかそういったところに興味があれば入会していただきたいなというふうに思います。はい、そんなわけでございまして、この度、ユージャックキャンプサロンの募集の再開、第2期ですね、第2期、ユージャックキャンプサロンの募集再開を行います。はい、将来的には大きなコミュニティサイトにしていくわけなんですけれども、キャパを超えてしまうと我々の方がそれに追いついていかなくなってしまいます。はい、ですのであまりね行き急ぐことなく若干募集枠100名様だけを今回ねブラストさせていただきまして、現状すでにね会員さんが130名いらっしゃいますので、どんなに多くても230名までで今回はね打ち止めとさせていただきたいなというふうに思います。はい、まあ1週間ぐらい多分ね窓口開けておこうかなというふうに思うんですけども、プラス100名、達することがなくても多分1週間後ぐらいにはですね、窓口閉めてしまうと思います。第3回目の募集っていうのは正直今のところまだ未定でございまして、しばらくはね今回の募集を皮切りに運営していきたいなというふうに思います。あとは私としても今後ねそのキャンプ場を運営したりだとか、まあ、いろいろなオフ会とかイベントとかですねそういったものをサロンを使って、催していきたいなというふうに考えておりますので、まあ、そのフィーリングとかですねを確かめつつ、まあ、会員さんを増やしていくっていうことを考えていこうかなというふうに思います。はい、第3次募集に関しては今のところ未定でございますので、ぜひこのチャンスに、入会していただきたいなというふうに思います。サロンメンバー以外のキャンプ場の予約に関しましては、サロンメンバーさんの予約で埋まっていない限り、ゲスト宿泊として一応受け付けますということで、ユージャックのキャンプ場にね、興味のある方はぜひお越しいただきたいなというふうに思います。はい、入会方法等につきましては、概要欄の方にリンク貼ってございますので、こちらの方からご応募いただきたいなというふうに思います。はい、そんなわけで本日の動画は以上となるわけなんですけれども、ただいまの時刻が12時40分、私はね、ちょうど今雨降ってるわけなんですけれども、これからまたキャンプ場の方に向かいまして、実は本日、ユージャッカーの方とですね、まあ、サロンメンバーさんと釣りをね教えていただけるというねメンバーさんがいらっしゃいましたので、合流して、明日早朝からユージャック睦沢アウトキャンプ場でね人生初めての釣り楽しんでいきたいなというふうに思います。また動画なんかにできると思いますんでね、そちらも合わせてご覧ください。はい、本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただけまして、そのまま通知設定もオンにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。